皆さん、こんにちは。芸能界では結婚や熱愛といった祝い事が週刊誌やテレビで毎日のように報道されてきました。時には大げさに、時には大胆に。しかし、報じられるものが祝されるべきものばかりとは限りません。人生が家福はあざなえる縄のごとしと比喩されるように、不祥事や逮捕から事件といった凶事も数多く報じられます。それらは祝い事に比べると匿名掲示板や SNS でより大きな騒動として話題になります。シンガーソングライターの吉井久蔵さんが告発した自民党議員の長谷川岳さんのパワハラ疑惑もそのうちの一つです。今回は長谷川岳さんのパワハラ疑惑に関する騒動をご紹介しましょう。2024年3月21日、吉井久蔵さんに飛行機での横柄な態度を告発された自民党議員がブログを更新しました。そこでは飛行機にまつわる持論が展開されており、ネット上で物議を醸しています。2022年5月、吉井久蔵さんは YouTube にアップした動画で、飛行機の中に言葉遣いが乱暴で横柄な態度をとる国会議員がいたと発言しました。当時、議員の名前を明かさなかった吉井久蔵さんでしたが、2023年2月、フラッシュのインタビューで議員のイニシャルを告白しました。そして3月19日 YouTube にアップした動画で、議員の実名を公表することに決めたと語りました。議員の実名は吉井久蔵さんのもとに届いたという現役 CA からの手紙によって明かされることとなり、そこにはこう綴られていました。吉様が YouTube 内でおっしゃっていらした態度が横柄な政治家の方は長谷川岳さんでしょうか。実は私も実際に長谷川さんがご登場の便を数回担当したことがあります。会社から事前に注意点が何項目も知らされ、仕事の前からナーバスになっております。その内容が自分勝手でわがままなものなのです。例えば、枕は2つ用意する、到着が遅れるときは早めにお知らせするなど多岐にわたります。本来であれば会社にしっかりと対応してほしいところですが、すべて現場の私たち乗務員に押し付けられ、対応に苦慮しております。横柄な態度を取る議員とは、北海道選挙区から選出された自民党の長谷川岳参議院議員だそうです。手紙によると、長谷川さんは非常に高圧的な言い方で、特に到着が遅れることに関しては鬼の首を取ったような言い方でクレームを入れてくるということです。そして手紙を紹介した後、吉井久蔵さんは長谷川さんに対して、年を重ねたら人との接し方をちゃんとしなければ恥ずかしいよと苦言を呈しました。そんな中、当の長谷川さんも反応を見せました。21日正午過ぎにブログを更新し、本日は航空政策及び飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思いますと切り出すと、私は航空会社の対応について、機内で発言をする際3つの原則に従います。1つ目は正確な情報を伝えているか、2つ目は不都合な情報をしっかりと開示しているか、3つ目は正しい見立てを立てた情報発信となっているかの3点ですと説明しました。機内での発言について、自身のエピソードを交えながら持論を展開した長谷川さん、飛行機の出発が大幅に遅れたことに対し、発言した時には次のような状況があったと述べました。ある時、搭乗した飛行機の出発が大幅に遅れていました。出発時間を等に過ぎてから管制の指示によって出発許可を待っているため遅れが生じているとの機内アナウンスが入りましたが、外を見て驚きました。まだ航空会社は機内への貨物の搬入作業の途中であり、相当な貨物が残っている状況でした。遅延の原因は管制の指示ではなく、また出発許可以前の話であり、航空事業者の準備が遅れているために出発が遅れている状況が一目瞭然でした。これを航空当局の責任にすり替え、そしてそれを情報として流すことは許されるものではありません。そのことについてその場で発言をさせていただきました。2つ目の不都合な情報を開示しているかどうかについては、ある日大幅な出発遅延がありました。
機内で出発を待っている時にアナウンスがかかり、出発準備に時間が生じているとのことでありましたが、実態は違いました。搭乗手続きのミスで搭乗券と機内の搭乗者数に大幅な差異が生まれ、その確認業務に多くの時間を要しておりました。本来ならばテロあるいは不審者侵入防止の観点からこのミスは由々しき問題であります。しかしその状況は伏せられ、機内では搭乗出発準備に時間を要しているとのアナウンスだけでありました。すべてを開示できないまでも、搭乗名簿と搭乗者数が異なった状況であり、本来ならばその確認に時間がかかっていることが航空会社の開示するべき情報であり、その場で発言をさせていただきましたと、その際に発言をした意図を明かしました。正しい見立てを立てるかどうかについては、出発が大幅に遅れ、そのアナウンスが入りました。10分ほど遅延をするとのことで、乗客の方お一人が突如飛行機を降りることとなったことが原因でありました。しかしその方の荷物を貨物室から取り出し、そしてさらには離陸許可を得るには50分以上の時間がかかるはずです。実際は60分近くの遅延となりました。本来地上業務と客室と貨物室とが十分な連絡を取っていれば、1時間近く遅延が見込まれる時間を乗客に伝えることができたはずであります。正しい見立てを伝えていただければ、携帯電話が使用できる段階で乗客の皆さんも到着後の予定変更など対応できたのではないかと思います。その場で発言をさせていただきました。そして私は、客室乗務員の皆様は乗客の方々の命と安全を守る責任者だと考えます。だからこそ地上業務からの情報と操縦室からの情報、貨物室からの情報をしっかり共有され、総合的な状況を的確に客室乗務員の方からお伝えいただくことが安心安全につながるのではないかと考えます。お正月にあった悲しい事故も、客室乗務員の方々の的確な全体情報の把握によって乗客の皆さんの命が救われました。だからこそ客室乗務員の方々による正しい情報集約ということは必要であり、正しい見立てをお伝えいただくことは大きな使命だと考えますと綴りました。一方で、2022年秋にお会いした記憶に残る客室乗務員の方のご対応について申し上げますとした上で、東京を出てある地方空港に着陸する直前から、空港周辺は暴風雨に見舞われ、着陸直前の飛行機が横揺れし、飛行機は一度降臨をついてすぐに再離陸しました。いわゆるタッチアンドゴーです。非常に揺れる機内の中で乗客の方々も大変不安に感じておりましたが、すぐに客室乗務員のチーフの方から大変落ち着いた安心する声で、揺れはありますが機内に影響はないのでご安心くださいとアナウンスがありました。その直後にチーフの方が業務連絡用の受話器を取り、操縦室と連絡を取り、張りのある声でおそらく機長に対して、すぐに飛行状況と着陸に関する見立てを乗客の皆さんにお伝えしてくださいと迫力ある形でお伝えをされておりました。間髪入れずに機長から周辺の天候状況並びに再度着陸にチャレンジして、場合によっては東京に戻る可能性がある旨のアナウンスが入りました。無事着陸した際に客室乗務員の方にはお礼を申し上げたところであります。まさに客室乗務員の方が乗客の安全の責任者となり、安心と安全を確保していただいた瞬間でありましたと振り返りました。今後も原則に基づいて航空行政について発言してまいりたいと考えますと締めくくった長谷川さんでしたが、2400字にわたって説明した中で、吉井久蔵さんや CA が横柄な態度を告発したことについては一度も触れることはありませんでした。また2024年3月26日に公開された文春オンラインでは、長谷川さんと自治体関係者の面会の様子を記録した2種類の音声を入手した上で、長谷川さんの問題行動は他にもあったと綴られていました。文春オンラインで指摘されていたのは、長谷川さんが総務副大臣だった2020年1月20日、
副大臣の執務室での出来事でした。この日、長谷川さんから呼び出されたのは、全国自治体の財産の災害による損害の共済事業などを行う全国私有物件災害共済会や全国自治協会からその他消防関係団体の面々。ここで長谷川さんは、消防団員のマイカーが被災した場合も共済金を支払えるようにするべきだと主張したそうです。しかし、この共済は本来は自治体の所有物が被災した時に備えるのが目的でした。そのため、団体側は消防団員のマイカーまで共済の対象に含めれば掛け金が上がってしまうといったリスクを説明しようとしたのですが、長谷川さんは激高して聞く耳を持とうとしなかったとか。音声記録によれば、長谷川さんが、じゃ、いい、ちょっとさ、今、我々は、そこは看過できない話でね。消防団の立場に立ったら、そのリスクっていうのは、車流される方がリスクなんだよ。で、あなた今さ、車が流されて弁償するのを、リスクって言ったよね、と発言した際、団体側がそれを否定したのですが、その否定に対して長谷川さんが何かを叩く音とともに、座っとれ、うるさい、ちょっと黙っとけ、と怒鳴りつけたとのことでした。今回紹介した長谷川岳さんのパワハラ疑惑に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。